皆さんこんにちは。ジャストフィットのお手伝いシューズアドバイザー藤原です。今日はですね、なぜシューズを履き分けるのか、その第1弾です、ね、皆さんもね聞いたことあるし、やっていらっしゃるって方もいらっしゃるかもしれませんけど、これはあの別にルールでもなければ義務でもないんですよ。皆さんに良いからやってもらいたいんですね。いくつかポイントがあるんですけど、まあ、まずはですね、種類が違うものを履き分ける、これはもう鉄則ですね。体に変化が起きますので、まあ軽い、重いって感じられますよね。で、あの重いのを極端にやる方多いんですけど、まあ、例えばこのホバーマキナでジョギングしてる時とか、仮にまあ重くてもいいんです。これクッションと安定感っていう、このゆっくりあの足を動かすのに必要な機能がついてるんですね。だから着地した時に安定するわけですよ。でガイドしていく、だから少し重いぐらいの方がいいんですよね。軽くなくてもいいですけど、皆さん体幹に出られる方とかもねいらっしゃるから、インターバルやってるとかペーストをやってるって人もいらっしゃると思うんですけど、その時にこれで頑張るって発想でももちろんいいんですけども、やっぱり体に変化を与えましょうよ。どちらかといったら今度軽くて、履くともっとこう自由に動くようになってます。要はランナーの体の動きを伝えるように作ったので、フルマラソンで使うっていうよりはテンポアップ、テンポアップするっていうのはリズムを上げてストライドを広げていきますので、体の負荷は上がるんですけど、ね、心拍数を上げてエンジンと燃費を鍛える、それであの自分のこうパフォーマンスを引き上げるのに、まあ、必要です。これ次またあのジョギングの練習になった時に戻すと、安定感、クッション、もちろんそうなんですけど、おそらくね皆さんは安心感を感じるんですよね。こうやっぱりクッションと安定感って安心感そのものなんで、ゆっくり走ってふっとこう抜けていく感じが体をサポートしていく、体の負担も減らしていきますので、履き分けることで変化をまず感じるってことですね。体がランニングって同じことを繰り返すってもうプラトーなんですよね。変化しなきゃいけないです。だから皆さん距離を増やしたりインターバルをしたでしょ。それと同じで足元も同時進行で変えられると非常にこう変化が起きますので、この2つを履き分けることによって、まあ、体のまあ負担が増えたり減ったりするんですけど、負荷を増やす、休めるっていうのは重要なトレーニングの要素なので、あとはですね、慣れちゃうので、そのシューズに慣れちゃうと何が起こるかっていうと、あの動きが若干こう退化していくという、動きが小さくなってしまったり左右の使い方が変わってしまったりするんですよね。右が痛いとか左が痛いとか足の裏だけ痛いとか、そういう風な方が後で多いと思うんですよ。それはもう左右差なんで、基本的に慣れちゃってるんですよ、あなたのシューズに。じゃあ時にはマキナ履いてソニックとかインフィニットとか違うのも履いてみようっていう発想も必要です。まあ、週に3回以上とかね走られる方でしたら、デイリートレーナーももう一つぐらいこう加えていってですね、そして自分の体をいたわってあのパフォーマンスを高くしていただくといいと思うんですね。でもう一つ挙げますと耐久性ですよ。もうこのミッドソール自体がアウトソールになってますので、これをですね毎日のように履かれても、これはもうメーカーも困っちゃいます。もう耐久性を落としても軽量にしてますので、じゃあどうするかって言ったら、必要な時にはこのラバー面がしっかりこう肉厚についているこのマキナのようなデイリートレーナーを履くことです。あのそうするとあの耐久性を補っていってですね、シューズが長持ちします。あと匂いもですね、やっぱりつきづらくなりますので、汗かいてまた次の日使うとかっていうのは、まあ、衛生的ではありませんので、少しシューズを休ませるって発想ですね、それも必要だと思います。皆さんの大事な足元の道具なので、室内で日陰干し、匂い気になる方はシュッシュッとしたりとかしていただいて、履き分けてローテーションした方が確実に全体の走行距離を伸びますので、一つは体に変化をってことですね。もう二つ目は耐久性ですね。ぜひそういった形ですね、ローテーションをしていただければなと思います。